どうも、エル歌舞伎のエルウダです。はい、どうも、デロリアン配信です。ということでね、はい、今日日曜日ということで。日曜日ですけど。商店がね、リモート商店なんですよ、今。ああ、はい、はい、見ました。見ました？写真だけで見ましたよ。うん、僕は実際放送見ましたけど、はい、何が気になるって、はい、落語家の家が全員いい家っていうのがね。いや、そりゃそうだよ。どんだけ稼いでんだっていう。いや、そりゃそうだよ、あの位置。その中でも、林家三平さんの家がやばいですね。林家一平さんですよ元、はい、もうさすが、はい、ね、政治でも散々言われてますけど、はい、もう世襲というのなんて言うんですかね、あれのね、はいはいはい、なんか世襲制度っていうんですか、わかんないですけどいやすごいいい家だなと。いやで、翔太師匠が、はい、スタジオなのかな、なんか一人いらっしゃって、はい、あとが全員リモートで、うん、そのリモートですら呼ばれない山田隆夫さんみたいなね。いや座布団いらねえだろうと。おー、うん、なるほどね。ね、フィリピンの卒業式のツイッターっていうのをね、見たんですよ。フィリピンで、はい、フィリピンの、まあ、何の卒業式なのね、大学なのか高校なのか分かんないけど、はい、ロボットがいて、でそのロボットの頭の部分がでっかい iPad なので、おロボットがビーンって動いていくと、うん、先生みたいな人に卒業証書を渡されるんですよ。でロボットがまたウィーンって完全に下手にはけてくると、うん、職員みたいな人が、うん、スマホの画面をいじって、うん、違う生徒の顔にしてまたウィーンってやるんですよ。何それ。ね、無駄なアナログの取り入れがね、もうなんか、ね、広角機動隊があえて立ちコマを作ったみたいな。いやそう、あれは ね、あれ戦車ですから、うん、いや、あれ戦車ですか。いや、もう光学迷彩って透明になれる技術がある中あんな、無駄なガチャ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 みたいなね。いやあそこがでも、うん、感情移入できるとこじゃないですか。いや、立ちコマ可愛いからね、立ちコマとか、あれペット感覚もありますからね。あとターミネーターの T800 とかね、だからその、ね、アーノルド・シュワルツネッガーのちょっと無駄な人間感というか少しあるじゃないですか。いや、うん、いや、お前さ、うん、骨格のね、メタリックな感じでね、うん、この世に来てみ。そう、あ、仕事しできないだろ。でもね、ターミネーター最新作でね、なんか笑顔を覚える T800 っていうね、描写があるんですよ。ぜひ皆さん見ていただきたい。世界線がちょっと変わってますからね、うん、世界線がね変わってますからね、はい、ね、ちょっと変わってて、だからね、まあ、うん、世界線なんかで言うとね、何ですか、誰かがつぶやいてましたけど、 L 歌舞伎が売れない世界線には痛くないってつぶやいててくれてる人がいて、はい、ああ、はいはい、そうなんですか。俺はプリテンダーかとね、はいはい、うん、なんかお前の恋人だったのかなみたいな ね、 あらららね、残念ながらその世界線がどうかは分かんない。いやもう残念ながらその世界線じゃないんですよね。売れてしまうんで、どう考えても。あ、なるほどね。えで、そのなんかね、うん、リモート商店で、だから山田隆夫さんもさ、うん、はい、そのフィリピンの卒業式スタイルで、うん、なんか無駄に座布団配るところがあっても、あー、確かにね、いいか。だから山田隆夫さんのお面かぶった防護服着た男を、うんうん、5人ぐらい配置しとけば、うん、山田隆夫さんでいいんだよ。じゃあ山田隆夫さんが防護服着ないだろそれね。え、まあね、はい、そういうことをね、まあ、あとなんかアッコにお任せではその、はい、リモート紅白がいいんじゃないかみたいな、アッコさんがね、うん、これも TBS がアッコさんにこう牙を向いたってことだ。いや、違いますよ。いいですか、そのとある新聞が紅白はリモートで今年やるんじゃないかみたいな記事に、はい、いや今そんな話さなくてもねみたいな、はいはいはい、確かにそんな先のことどうなるか分かんない、今話すことなのかねみたいな言ってんのを、うん、唯一スタジオにいること許された峰竜太っていうね、峰さんはね、ドラゴン、そうです ね、うん、唯一ね、うん、許された男と、アッコさんと他リモートですからね。そうだよ、他の出演者みんなリモートですから、うん、勝俣国和さんがハーフパンツかどうかも確認できないんですからリモートだとね、そうそう、うん、ちょっと防御力弱いっすね。いや、わかんないけど防御力がないっすよね基本ね、こうバストアップが布の服でも防御力2とかありますからね推奨されていくんですからね。ダメですね、はい、うん、あとね、今日気になったのね、はい、サンジャポでね、はい、宮崎健介さんが、はい、なんかのね、質問されて、質問されに来てたんですけど、うん、なんかね、マスクがね、デニムのマスクでしたねあれはね、なんかそんなの出てるって、あれエドウィンだかリーバイスだかなんかで販売したんですよね、販売したっつうの、うん、余り布みたいな、はいはいはい、かっこいいですね、あれかっこよくて、かっこいいですね。で、僕もね、柔術のブルテリアってとこが出してる、うん、柔術着の布で作ったマスクいつもね、販売再開しましたっつってね、うん、もうネット見に行ったらもういきなり売り切れですよ。 あれかっこよくて、この時期だとできますもんね、うん、できるでしょ。平時の時の黒マスクってちょっとお調子こいてるかなと思ってましたけど、うん、でも今回を機にさ、いろんなマスクがもうなんかそうだね、 OK になるね、その黒マスクだろうがなんだろうが、まあそうだね、別にハロウィンの時のマスク俺持ってんだよね、うん、骸骨の口のやつ、口のとこは、うん、骸骨開いてる、開いてないよ、骸骨のプリントされてる、ハロウィン仕様の
あの口にするマスクだ。 それはねさすがに僕ねまだ恥ずかしくてできない、ね、確かに、うん、なんか昔の暴走族みたいなもんね。知らねえけど。いや昔の暴走族そんないねえだろ。そうかな、そんなやついないだろ。それかパイレーツオブカリビアンの熱心なファンかね、うん、いやまあ若い子出るか。ジョニー・デップに完全に影響を受けてる、ね、人なのかなみたいな。なるほど、決まりますけど、うん、あとね、黒川検事長賭け麻雀、はいね、報道というか、まあ、辞任してね、はいはいはい、辞表を出すってことですけど、はい、これレートが天品で、うん、これは 高額とは言えないという法務省局長の答弁。あ、まあまあ、そうなのかもしれないね、うん、1000円100点のっていうのがこれいわゆる天品といわれるレート で、はいはいはい、でこれが、ね、社会の実情を見ると必ずしも高額とは言えないということで、はいはいはい、これはもう合法になったということですか。なんですかね、はい、合法なんですか。これは合法の可能性が出てきましたね。どういうことですか。だから蛭子さんの天気に変わったんじゃないですか。そっか、でもだから堀江門がね、うん、そのいや黒川検事長これ捕まんないのかと、うん、まさに上級国民だってつぶやいて、うん、そしたらそれリプで、うん、いやお前賭け麻雀で捕まんのかいみたいなの来てて、うん、ググってみいっぱい出てくるよって案に蛭子さんの件をねちょっとこう裏返ってもらったんだけど。ねいやいや、うん、と天品でしょ、まあ、うん、箱って3000円か、うん、なるほど。ちょっと俺そこら辺のあれが分かんないけど専門用語っていうか、うんうん、あの3万点っていうのあって、うんね、で3万点1000点100円ってことなんですよ。はいはいはい、はい、なんで、うん、1000点 100×30 なんですよ、うん、なるほどね。つまり3000円と。なんかその詳しいですけどあなた、えまさかやったことあるんじゃないでしょうね。大丈夫ですか。違う世界線であるかも、ね、違う世界線の俺とほらリンクしてるかもしれない、ね、俺はやんないけどな、ね、今後気をつけていただきたいですよ、はい、本当にね。ね、うん、あとねやってねえよって言った方がいいわ。爆笑問題さんの深夜ラジオ別にカバーしなくていいんだよ。そっちになりそうで今やめたんですけど、今日俺ね、はい、サンデージャポンで最初の方が見れなくて、はい、もう気づいたら普通に喋ってたんだけど、その吉田剛さんがサンジャポンの田中さんの、うん、あのコメントに来たいみたいな書いてて、うん、で俺最初見逃しちゃってね。あ俺も見てないわ、うん、ただ面白かったのがあの桜を見る会が、うん、これなんかいろんな法のスペシャリスト662人がこの刑事告発に向けて動くと、うん、でそこでサンジャポの映像で、うん、あのそのニュースの中で、うん、あの爆笑問題さんとデーブ・スペクターさんが桜の会に出席してる映像をわざと流して、うん、で太田さんがワイプで自分の顔隠すってなってるじゃん。そういうことあれだよな、うん、あの日曜サンデーでね、うん、大橋巨泉さんが出た時に責められるっていう回答が面白いですよね。なんで爆笑問題お前桜の会行ったんだっつって、行ったんだっつってね。それいいよね、回答が。回答良かったですよ。面白そうだからっつってね、うんうんうん、そういうのね、どっちもちゃんと見てから喋るっていうスタンス、ね、うん、そうそう。だからたまに爆笑さんってさ、その太田さんってさ、なんかいろんな人にこう寄り添うコメントっていうのが、まあ、僕はすごい昔から好きなんだけど、はい、だからそのなんかね、やっぱコロナ騒動最初になった時に、うん、結構何まあ、今その政治家の人とかみんなが分からない中動いてて、まあ、今よりもうちょいあのコロナになったらすぐに、ね、いや前ね、で3月とか、ね、でここでやっぱツイッターとかでみんなに批判するともう情報が錯綜して動かなくなるから、一回こう静観するのがいいんじゃないかみたいな、はいはいはい、言ったらなんかもうツイッターとかもすごいなんか失望したみたいなね、そのなんか政治家をこういう時に叩いちゃいけないのかみたいな、でそこにね、うん、その桜の会に出席してる爆笑さんの写真つけられてしたんだけど、うん、それは違うんだよね。まあ違うと思う。それはこう桜を見る会を見に行ってるわけだから、うん、見に行ってるその一番見に行ってる、ジャーナリズムお笑いなんだからっていうね、うん、そうだよね、ことなんだよね。だからもう、うん、ちょっとでも自分と違う意見にパンって言ったら批判しちゃうというね、うんうん、まあまあそう、多分それが俺ね、あの芸能人のね、うん、ツイッターの問題だと思うんですよ。まあそうだね、ねえ、うん、あとまあある程度返せるだけの知識は持った方がいいよって思うけどね、うん、まあまあまあ、まあ、一言目来たらこうですよっていうぐらい、うん、まあまあ、でもね、でもね、あの善次郎さんも言ってました、いや別に生活してるが政治ですからと、ね、僕は知識もなく喋ってますかっこ笑い、そして、うん、間違った時は直しますかっこ笑いと。あ、なるほど ね、そういうのもあるんですよ。なんかちょっと怖いけど、ザ・デイリー善次郎ショーというね、うん、YouTube が毎日やってますから、うん、ぜひ皆さん見てほしい。あの G ネタ、その日の G ネタはね10分間善次郎さんが喋るという YouTube がやってますんで、すごい画期的じゃないですか。、ね、そんな番組あるんですか10分間毎日、もう我々とねなんか一緒にイベントやるべきですね。やらせていただきましたけど昨年。いや共通点ないでしょ。いや結構ね、はい、あの実はね、うん、もう言うけど結構実はね動いてるんですよ俺、はい、あのこういう企画できませんかって結構投げてるんですけどなかなか反応がなくてね。あ、いろんなとこ投げてるんですけど、うん、これ返答ない場合やっちゃいますよ俺ら勝手に。すいません、勝手にやっちゃいますんで、はい、そう怒んないでくださいよみたいなっていうのはちょっと
ね、やめてくださいよ、いうことなんですけど、呼べないからって何々さん不在ライブとか。いやいやいや名前だけ使うのやめてください。いや違いますよ。いやそうなんかね、こう仲介の人を立ててやろうとしてんだけど、うん、まあまあそのまあまあ、なかなかね、まあ、今大変ですからみんな、うん、なんか動かないというところで、ただ一つ問題は、はい、俺善次郎さんの連絡先知らないってこと、ね、いや海外行ってるからね、うん、いやいや日本います、いろんなとこにいるから、ね、今ステイホームしてますから。そうなんですよ、あの YouTube でも言ってました、今日僕あの下のポストまでしか歩いてませんよって言ってましたねなるほど、じゃあ手前頼んでるんですね、あのチラシ見に行ったんでしょうね、うん、ということでね、NHK ニュースっていうツイッターがあって、はい、ニュースウェブイージーってのがあるんですよ。で、はい、これが優しい日本語のニュースですと、うん、でこれはおそらく、まあ、外国から日本に来てる人とか、まあ、学生さんに向けて、はい、その日にどういう、トピックがあるかっていうのを3つぐらいこうツイッターで簡単に紹介してくれる。あ、はいはいはい、でこちらのですね、23日配信の優しい日本語のニュースです。こちらをちょっと紹介しちゃってます。5月23日、はいはい、検察庁で地位が高い黒川検事長がお金をかけて麻雀、うん、緊急事態宣言東京などでやめるか25日に専門家に聞く、うん、新しいウイルスの問題で1万人以上が仕事がなくなったを公開しましたって、うん、全然内容が優しくないこれさこれさこれ、ね、わけわかんなくない、わかりやすくていいよね、意味がわかんなくない、意味がわかんなくない、字で読むとねすごいわかるのよ意味わかんねえよ。 NHK ニュースさん皆さんで、ね、ぜひフォローしてほしいですね。これは面白いです、内容が優しくないんだよね、日本語は優しいんだけど、なんかね、わかりづらいな、まあね、ちょっと俺の音声の問題かな、うん、まあまあまあ、はい、まあそんなとこですかね。なるほど、まあといったところで、はい、また明日お聞きなさってください、お願いします